え本日はお越しいただき本当にありがとうございます。前田敦子です。えー、ハロウィンの日にこうやって見に来てくださって嬉しいです。よろしくお願いします。そうですね、現実世界ではなかなかない設定ではあったので、はいえー そうですね私も正直最初自分が受けて大丈夫なのかっていう不安から入ったんですけども、うん、台本を読ませてもらって監督にお会いした時に私はまあ監督ともご一緒してみたかったっていうのがすごく大きかったんですけどそうですねでも皆さんがすごい熟知してその セリフが入った新しい非常性の女をすごく真剣に作られているのがすぐに伝わってきたので、はい、あもうこれはもう食らいついていくしかないなと思ってちょっとね撮影現場の曲あんまないですだからあそうなんですか <laughs>、はい、それぐらい濃密な全作品7日間って多分決まりがあってその中で撮影しなきゃいけなかったのですごく濃密だったので。うん はい。そうですね。その幸福度はすごい高かったんですけど、撮影現場の、ちょっと覚えてないですね。<laughs> 理想のハロウィンですかうん。静かに過ごせるハロウィンが私は理想ですけど。<laughs> そうですね。うん、理想。あ、でもまあ、この間、あの、子供がいるんですけど、子供のハロウィンはやってきましたよ。ああそうなんですね。可愛か,かったです。都内にいる子供たちがみんな仮装して、 あのトリック・アッ・ティ・ートって言ってお菓子もらってるっていうのを一緒に並んでもうすごい幸せ空間がすごかったですねお話聞いてるだけでもちょっとほころんで顔がほころんでくるんですあの兄弟あるあるらしいんですけど、はい、マリオとルイージでどっちかわかるっていう <laughs> 弟だとみんなルイージになるらしくあそ,うなんそれがもうかわいくて。